はい、テラバトルやっていきたいと思います。今日は、この前、新規で追加された、キャラクターを紹介したいと思います。まず、リノバですね。このキャラは獣で Z クラスになります。太陽系の属性を持ってまして、まあ、めちゃめちゃ可愛いですね。一番人気じゃないでしょうか、今回のキャラの中で。ほんとね、テラバトルの獣キャラクターはちょっとセクシーな感じのキャラが多いですね。まあ、どことは言わないですけど、ちょっとセクシーすぎる。これがジョブ1ですね。で、次がこれジョブ2。ちょっと横向きの感じです。はい。非常に、ちょっと口が、ふんってなってて、ちょっとまたこれも可愛いですね。で、これがジョブ3です。ちょっと羽ばたくような感じのキャラクターですね。これは、ドクトラルリノバということで。まあ、プロフィールとかは実際、出してもらって、ご覧いただいたらいいと思います。次に、新バルブエですね。これは槍のキャラクターで、これも太陽属性になります。はい。こちらは人ですね。人のキャラクターで、ちょっと最近珍しい、槍の人キャラクターですかね。まあ、属性が新しいんで、やっぱ太陽系が少なかったんで、まあ、こうやってキャラが増えることは非常にすごいですよね、書き込みが。いやー、かっこいいなー。で、これが、ジョブに。ちょっと鼻が近いですね、よく見ると。で、次がジョブさん。すいません、ちょっと、2分20秒までなんで、もう一回紹介したいと思います。一回ちょっとここで切りますね。すいません。ありがとうございました。